こんにちは、ブルホースイーシリです。ね、この体のラインがぴっちりこうね、あとね、結構ね、タートルネックが好きなんですよ。ね、この服装でタートルネックってもうムンムンっすよね、ということで、かつムービーがゆっくりと見たいよっていう方はね、ぜひね、パート1じゃあ、パート1じゃない、ごめんなさい、パート1じゃないです、ごめんなさい、ごめんなさい、一周目のね、プレイをぜひね、ご覧いただけたらというふうに思います。で、こっち行って、ね、ぜひ行きたいってところなんだけど、まあ、今回はね、もう7時間という時間制限がありますんで、サクッとちょっと先に進んでいきたいと思います。ここも確かまあまあ長かったんじゃなかったかなぁ。まあ、実際のね、4の位置もね、長かったりするもんね。あれ、いるようでいないようでいないようでいない。いないようでいないんかーい。そう、やばい、くしゃみが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 、えいっバロイチクシュイ。さあ、おはようございます。なんかいたようでいなかったね。まあその今やってきて3時間半、4時間まだ経ってないくらいっていうところなので、そんなに焦ってやる必要もあるわけじゃないんだけど、まあ寄り道はしないということで、まあ、進む道でいろいろあればそれはやっていこうというスタイルでね、進めております。はい、まあ、ぜひね、コーヒーとか紅茶とかコーラとかココアとか、まあ、ゆっくりココアとか、この季節ちょっとあっちいかまあ喉越しすっきりのね、炭酸飲料水とかね、いろんなもそんなあたりをね、飲みながらぜひね、ゆっくりご覧ください。まあ、動画もね、最後まで見ていただけたら嬉しいでございます。あれ、なんかピッとこう言ってたっけ。この辺はもうアイテム全部取ってるよね。うん、いやー、夏に向かってってってさ、まあいろいろとこうやっぱ皆さんも準備するものがあるじゃないですか。やっぱり体型のこととかさ、僕も今ね、4月の頭からてか4月1日からね、一生懸命体重を落として、まあ減量期に入ってね、やったりとかしてるんですけど、なかなかね、体はだんだんそのごつさっちゅうか、いい具合にはなってきてる。やばいんだけど、あ、やばいやばいやばい、痛い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 、ミス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 、自爆した自爆した、おりゃ、これで大丈夫だろ。そうなんだけど、あのね、また来てる、そう、やっぱなかなかね、お、あれ死なないんだ、爆風だけじゃダメなのね。あ、生きてる。爆風にはダメージがないのかな。やっぱ走る走る俺たちじゃないとダメなんだな。流れる汗じゃ死にませんよってやつだな。ふいふい、そう、やっぱりね、なかなか体脂肪を削るっていうのはすごいやっぱ難しいね。うん、筋肉質っぽい体になってってるし、腕とか太いねとか、おっぱい出てるねとか、おっぱい出てるねって言い方はなんかあれだな、ただのデブみたいな言い方で、じゃあそうなるよね、なんかそんな予感がしてた。復活してきてる、やばい。そうだけど、まあまあどうしてもね、お腹だけはね、なんかね、まだね、全然脂肪タルタルソースなんだよな。そこだけがいって、そういう技ありなの、ね、え、今のありなのか。今のありだったらもうなんか無抵抗で死んじゃうみたいな、そんな感じになるべね。お、来てるー、はいよ、落ちますね。皆さんちょっとボディメイクで、こういうやり方でこう体脂肪落ちたよとか、なんか腹筋アーマードが崩れそうだ、アーマーが崩れそう、あー崩れたー、自ら壊していくスタイル。これでやばいな、これは死んじゃうから、ほいほい、大丈夫かな、寄生虫にやられたりしないかな。淡水魚は寄生虫怖いからね。うん、まだ来んのか、無限に発生するね。おい、これ生きてるな、おいおい、そうね、まあそろそろやっぱり5月にも入ってきたし、有酸素とかね、まあ、ヒートとかそこら辺をやって、朝一のヒートとかやってナイフを刺したりとかもしなきゃいけないかね、そろそろね。よいしょ、そこまでやって、やっぱりちょっといらない脂肪を削っていくみたいなね、
もちろんその体脂肪を全部削ってしまうとね、あのやっぱ筋肉がつかなくなっちゃうから、それはそれで問題なんだけど、まあ、多少ねその PFC バランスって呼ばれるね、タンパク質、脂質、それから糖質っていうのね、バランスよくとってっていうのは必要なんで、まあまあ軽くローファットダイエット的な感じのことをやってるんですけど、そうそうそう、とかね、ローファットじゃないと貧乏人にケトは無理だ。一回ケトやってみたけど、油を取るっていうのが意外とね、ご飯を取らないってなると、じゃあ何で取るっていうのかね、牛肉は貧乏人じゃ買えないからなかなか難しいんですよ。で、魚もやっぱり鶏肉とかと比べるとね、結構割高だしね、サーモンとかさ、サバとか、サバ、まあサバ缶とか毎日食えばいいのかもしれないけど、サバ缶だけってわけにもいかないからね。これが意外と鶏胸肉とか一生懸命頑張って取ったりしてるんだけど、なんかね、っていうのが最近の悩みっすわ、本当に。いや、一緒にね、なんかトレーニングできる仲間とかそういうのがいてね、定期的に一緒に体動かしましょうとかっていうのができれば、なおのこといいんだけど、やっぱりどうしても一人でね、可変式ダンベルを使って黙々とこうやっていますんでね、トレーニングに張り合いがないっちゅうか、うん、なんか喋ってるやつにな、これ結構回復すんだな。どうしよっかな。じゃあまあギリギリまでなんとかなるか。姫は相当おてんばですねって。いやまああなたほどではないですよ。あなた病で死ねばよかったのにって言われるくらいね、ちょっと終わってる存在だから。ああ、そういえばこんなんいたね。いや、これでやっちまったら、あれ、あ、生きてる。よし、普通に生きてる。これで、ああ、終わりか。あ、やばい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 。なんか発狂してる、発狂女子がいる。てか、なんか、見たことのない格好をしてる、パンチストレート。え？完全に上半身が地面にめり込んでんぞ。一角獣の本、攻撃力700アップ。一角獣の本ってさ、攻撃力700アップしてやったーってなるけど、確かあれだっけ？やられたら手札の一番上に戻るんだったっけ？違うな、それなんかの、なんだったっけ？なんかの500攻撃力がアップするかなんかのやつだったっけか？あ、ここ先にあれなんだ。一角獣の本2匹倒したら、先にあれなんだね。追加の敵は出てこなくなるのかな？だってハードコアだったらね、敵がすごいこう難しくなってるとか、敵の位置が変わってるみたいなこととかあったりするから、なんか敵が増産されてるとかね。あれ？なんか今、ここで、クジャク前のフェロモンが出てたけど、気のせい？ねえ。アロマタクティクスやってたんじゃない？今なんか、紫色っぽいのが、ふわーって浮かんでたけど。まあ、どうやら気のせいなの。で、ここら辺のアイテムとかも。え？今なんかガチャ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 テンって。ね、こいつらまでがさ、アルマデューラとして出てきたらもう発狂だったよね、ほんと。大丈夫、キック！あ、コーヒー飲んでる？みんな。飲み物飲んでますか？ねえ。こうやってベラ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 喋ってる僕の手元にはね、EAA があるんで。いやー、やめてー！あー、どうしよう。お楽しみの最中だな。ちょっとそれ、事後。いや、よくない。初めては俺がもらう。オープンセサミーああ、お楽しみの最中だった。顔から出血するって、どんな幕のやっぱり言った ごめんね、ちょっと私も EAA 飲んでる。筋トレ終わった直後だからさ。なんかワイン飲んでるね。これほんとインディ・ジョーンズ魔球の伝説をなんかちょっと色型、物語ってる気がするの。トロッコがあったりとかさ。なんかワイン、ブランデーかワインを片手に持ってたらよりそのサラザールのね、雰囲気が良かったんですけどね。ほら、これもさ、インディ・ジョーンズだったらさ、なんか操るための液体を飲まされて、で、それを飲み込んだら、なんか、意のままに操られて、ヒヒ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 ヒとか言って、ショーティーとか、女の人名前なんだったっけ、あの人、結構いい体してんすよ。うん。顔はあんまり好みじゃないけど、きついし。アキノスデスペディモス、セニョル・ケネディ。急なスペイン語を喋られたけど、いやー、しかしまあ、ひもなしスカイダイビング、ひもなしスカイダイビングで、スカイダイビングがひもはねえっちゅうの
違う。なんだって、紐なしバンジー、まあ、パラシュートなしのスカイダイビング、まあ、なんでもいいんだけどさ、例えばさ。うん、プラーン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 。気づいたら着地。パチッとつけたらなぜか目の前に骸骨がいると。ね。どこ行くんだったっけ？こっち？あ、こんなとこに生えてるファーゴ。相当やばいだろうな。ね。ここら辺のなんかさ、その今刺さってる死体とかを見たらすごいね、あの、こっちを向いて、気持ち悪いとかなるのかなとかって思ってたけど、あれこれしゃがむんだったっけ？違うよね。そうだね。進んでいくんだね。ああ、でもこっち向いてるな。しれっと。ああ、水分飲まないとやっぱ人間ってあんな干からびてっちゃうんですね。そういうことじゃない。ここに別に宝物があるわけでもない。進んでいきましょうか。で、いるんだっけね、確か。ムシムシちゃんが。The hell? What the hell? あ、違う、こっちじゃない。こっちか。間違えちゃって、しゃがんで。チッ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 。一周目の時はね、もうここがね、めんどくさいからっつってね、もうさっさと避けてっちゃったからね。でもここやっぱなんか相手にする必要ないみたいなことがね、なんかクリアサイトというか攻略サイトとかにいろいろ書いてありましたね。っていうことなんで、おい。もう歩く爆発物として進んでいく。青え？あ、終わり？一体だけか。あ、なんかどっかにいそうだ。おい。私ね、あのね、チキンエッグだからさ、もう安全が確認できるまで、できればあんまり進みたくないのよ。大丈夫かな？って言ってきてたりして。ちりー。ちりも積もれば、伸びした道路になる。あれ、いないな。あ、痛い！生きてた！普通に。やばい！このままだとまずいから。おいしい。ああ、ちょっと待って、それは聞いてない。生きてるし。シンプルに生きて、あ、ちょっと待って。え？もう、死ぬ気満々じゃん。ちょっと待って。捨てない。食事は美味しくいただきましょう。で、こっち進んでいって、いるね、痛いね。どこ行った？まだいるか？もういねえか？ほら、こんな、近い！やだー！ああ、もう。セニョール、なぜかブラックバスがいる。よし、オッケー、吹っ飛んだ。ブラックバスもらっていこう。よし、なんかめっちゃサファイア手に入る。あ、そっか。このチャプター終わって、あれだよ、ドン・キホーテと出会ったら、ドン・キホーテの出番終わりなんだ。あ、くぼみのある王冠。で、キック、タッキック！タヌキ、ポンポコ、ポンポコ、ピッピッ、ピッピッ、ポンポコ、ポンポコ、ポッポッポッ。で、その前に、こうして、これ食ったら、あ、全部回復しちゃうのか。じゃあもったいないね。これも全部回復しちゃうんだな。どうしようかな。まぁ、ちょっと遊ぶか。てれてっ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 て足りない。あ、じゃあもう一個ブルーアイズ作ろう。レッドアイズはね、やっぱ攻撃力がある。600ポイント少ないからね。いやー、アロマタクティクスやってくるとは思わなかったですね。見えない敵って何だったっけ？あれだよね。アロマタクティクスが破れたやつ。闇の帝王じゃなくて、闇魔界の王か。ね、攻撃力2600くらいのになるやつ。2000の、なんか 20% プラスで2400なのか。で、光の護風圏が破壊されて、上から落ちてきて、逃げろ野郎どもつったけど、残念だったな、って。光
光の五風景で逃げることができねえんだ、ヒャッハーつって。そんな、なんかね、実際のゲームのシチュエーションだったらありえないやられ方をするというね。で、グワーつって。あ、なんだったっけ、マス、なんかハンターキラーじゃなくて、なんかいたよね。本当？本当に新しいの入ったの？ねえ、本当かしら。あ、ちょちょちょ。俺もお店開くぜってレオンの主張が強い。レオンの主張が強い。購入。ああ、なるほどね。それ、あ、そうか。だから、ここら辺は全部買ってないから、買ってむ。あれだね、入れとかなきゃいけないんだよね、確かね。違う。あ、全然足りないんだね。See about here. で、あと、いらないのを売って、ちょっと開けていかないといけないですね。Your valuables won't do you much good in the grave. あ、どうも。マグナムは、一応持っとくか。マグナムは一応持っとく。で、もうグリーンにしちゃったらもういらないんだな。グリーンじゃねえ、レッドだ。レッドじゃん、イエロー。全部外していくスタイルにして。オッケー、で、これで20万いったから。I'll buy it at a high price. This kind of work is about finesse. オッケー、オッケー、オッケー。あ、1万に足りない。無限。あ、そっか。ってことは、never mind. こいつを。うち前全然足りなかったわ。Well. じゃあこれ1個売ってあげましょうか。そしたら無限にすんのに1万なんだね。1万円でいけるんだ。もうこれ以上いじれねえぜ。イージイージしちゃうぜ。よし、これで最強になった。これだけで倒すのも面白いかもしんないね。いけるかな。さあ、ここでここまで戻ってくるんだよね。で、あそこって封鎖されてんのかな。ちょっとその辺がわからないんですけど。さあ、来るよー、ラスボスが。ういーね、半目見開いてんのよ。ほいで、ここら辺は、あったね。ショットマイオープンセサミ。おお、あ、びっくりした。そうだ。もう来るんだった。身長高いよな。なんかタイラント並みの身長してるよな。これあれか。上にいんのか。下覗いてるってことは。あれ、レオンくんどうこうって。あっち来た、遊ぼうよーっつって。あ、そろそろ来るか。そろそろ。あ、違う、こっちじゃないよ。間違えた。こっちだ。で、おろす。ピーピーピー。赤いで、で、そっちはまだいけないから、こっち。で、ほい。はい、回避。今の避け方で正解なの。あ、you kidding me。マジかよ。やつがやってきたぜ。あん。しゃがみ方がなんかもやっぱり特殊訓練を受けた。やつみたいになってるもんね。よし、さあ行こうか。秒で殺す。あ、物騒なことした。いー、ヒャッハー。終わった。あ、やっぱ強いね。一撃じゃやられないんだ。一撃。あ、終わった。二発か。原作よりもちょっと強くなってるね。しかもこれ8発上げないといけないっていうのがなかなかシビアだよね。待ってくれんのかな。もうちょっと攻撃待ってあげるからねーっつって。そんな優しい塩でもなかろうに。なかろうにサラダ。よし、オッケー。みんなが言いたいことはわかる。もっと戦えよ。つまんなさすぎるって。うん、俺も思った。もうちょっとなんかやってもよかったかもしれない。これあれ、脳みそ吹っ飛んでる。いや、ほんとなんか体カッチカチやな。あいつみたいじゃない、なんだっけ、あのブラックキャットに出てくるさ、シキが出した虫。もしくは、あ、でもあいつではないか。あいつではないな。ドラゴンボールに出てくるあの魔人ブー編のさ、なんか800匹じゃなくて、なんだっけ。
なんか戦闘力800ぐらいのやついたじゃん。なんかあの真っ暗闇のなんか星から出てきて、だけどスーパーサイヤ人になった悟空にあのめっちゃ明るくされて、えみたいな、だけど俺光が好物なんだって食いすぎて爆発して死ぬみたいなやついたよね。あいつ名前何だったっけな、800なんとかだったんだな、もう覚えてないな。よし、じゃあこのチャプターも無事クリア。どうなった、こんな感じか。よしよしよし、じゃあ、オープン生産にして、あとも宝物は特にないよね、大丈夫だね。よし、ありがとうエレベーター。あ、じゃあ押さないといけないのか。でこれ生きてたらあれなんだよ、目の前でカチャン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 とかって言ってなんかね、変なやつがねいたかもしれないけど。さて、片翼の片翼の翼が生えそうで生えない、生えてきたー。ザ・ベロスすごいな、カプコンと。あ、これまた頭の中あるのに。カプコンとスクエアニックスのね、最高のコンビネーションかもしれない。これあれか、あのラストチャプターの1個手前だから15、チャプター15のところに出てきてるあれなのかな。うん、ボルデモートがめっちゃこっち見てる。ドナドナ Deliver to these vagrant children their salvation. 日本語で OK。 As you wish。 あー、そういうことか。とかそっか、こいつ通じてるんだね。あれ、見覚えのある顔がいたぞ。あ、そっか、ハードコアでこれと戦わなきゃいけないんだ。うわ、不安だわそれ。で、なんでいるのって、なんで待ってるの分かってた、なんで来てるの分かってるのってね。チラチラチラ。I'll make it cheap for you。そうね、今タバコ税高いからね。うん、はーい、ということでね、まあチャプターとしては長かったんですけど、リザルト見てみたら、あ、小細工いらない。おお、いいね、どんどん溜まってってますね。はい、こっちですね。時間として19分と、なんかだいぶ詰め詰め。やっぱロケランゲットしたら全然違うね。うん、これ火ダメージってさ、敵だけじゃなくて自分も食らってんのかな、どうなんだろう。自分も食らってたら面白いよね。はい。まあ、ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、また明日以降もお楽しみいただけたら幸いです。はい。まあ、こんな感じでね、30歳のおっさんがね、全力でゲーム実況しながら叫びまくるというね、なかなか類を見ないやつかもしれないんで、ぜひね、しかも一般サラリーマンだからね、実況者っていう専門じゃなくて、ただのサラリーマンのおっさんだからね。はい。そんな特殊なプレイを見たいという方は、ぜひね、お楽しみください。ではまた次回パートでお会いしましょう。バイバイ。